第五章裏門から覗くと、道を隔てて五六軒の武家屋敷が立ち並び、その一番近いのが秋月勘三郎の父親。三百五十国の旗元、秋月勘右門の屋敷と下南の木八は教えてくれます。俺を<は>裏門を挟んで、庭の向こうにある小さい建物を平次は指差しました。 右い平馬様とお嬢さんのお勝さんが住んでおりますなんだいそりゃ旦那様の昔のお知り合いで目がお悪いのと足もいけないのでお世話をしております世間からは何とか言われますが旦那様はよくそんなことには気の回る方で自慢らしく喜八は言うのでした歩みを移してその小さい建物の前に立つと 入り口のそぼじをしていたらしい娘が「はっ面影を残してさっとうちの中へ飛び込んでしまいました」「ちら」と見たところは小鳥のように軽傷で小鳥のようにかわいらしいとは思いましたが朝黒い顔と赤い唇のほかにはまとまった印象もありません「ごめんください」「がとれるとどこへ行ったのだおかつおかつ!かつ」 案外近いところから少し錆びた声娘の答えがないのにじれた様子で自分で入り口の障子を開けたのは四十七八綱田屋五郎次郎よりは少し老けた品の良い浪人者でした「ン國様でしょうなはい私がン國平馬で目が悪いのでどなた様かよく分かりませんがン國平馬は 心もとない顔を上げました。両眼谷氏のように白くあらぬ方を見つめて探り手に敷居の辺りに腰を進めるのですやつれ果ててはおりますが細表の引き締まった顔立ち鼻が高くて唇が締まっていかにも立派な浪人のでした「おっしゃ神田の平次というもんすがああ銭形の親分で」。 宇木平治の,の名前に対して日頃親しみを感じていたのでしょう綱田屋さんのご災難を一応調べに来ましたが心当たりはございませんかいやそんなことはとんと鵜弥平馬はまだ四十代の若さなのに年寄りらしく手を振るのですでも綱田屋さんを恨んでいるものの、 心当たりぐらいはあるでしょう「私のためには恩人ですが世間の評判は良くないようでもう役過ぎになると人間はあの世のことも考えなきゃ」などと私も折に触れて意見がましいことも言っておりますが右國平馬は苦笑いをするのです物欲に陶酔しきった人の魂は瞑想知識といえどもどうすることもできなかったのでしょう。 ウコギ様と綱田屋さんは昔からのお知り合いで同藩でしたよ綱田氏はおこしょうら、拙者はおんままあるやくいやそんなことを思い出すだけが死んだこの年と申すものでこう落ち果てては未練がましい思い出ほど毒なものはないしみじみと言って鵜弓平馬は見えぬ眼子をそらせるのです ご浪人なさいましたのはかれこれ十八九年の昔拙者の不始末で綱田氏にまで迷惑をかけてなその説危うく切腹を仰せつけられるのを救ってくだすったのは綱田氏かような姿になって橋のたもとで下手な歌いをうなっているのを拾ってくれたのも綱田氏だ重ね重ねの幸運いつの世に報いようあてもない。 平馬は涙に濡れて絶句しました狭くはあるが住まいはまこと清潔でなんとなく満ち足りているのも平地の目にも快く映りますあれほど評判の悪い綱田屋五郎次郎自分は元武家であっただから私は武家が憎いと方言して武家いじめの金貨として悪名を謳われた彼にも こういった美しい一面が隠されていることが妙に平治を考えさせます「今ここにいらしたのはお嬢さんでしょうな」「勝つといいますよ」「十六にもなるのにとんだ人見知りでこれよお勝つ出てきてご挨拶せぬか」「大きな声で呼ばれるとつい障子の陰に隠れていて知らん顔もできなかったものか」 恐る恐る半身を出して頼まれたようなお辞儀をするのです。十六と言われるといかにもとうなずかれる初々しさですがそれにしてもこの娘の新鮮さは全く非凡の趣があります。小麦色の肌はあまり繕わぬせいでキリッとした顔立ちに枝からもぎ取ったばかりの桃の実のような銀の産毛カーブのきつい可愛らしい唇の反り 砲丸というといかめしくなりますがそういった上品な道具立てのうちに言うに言われぬかわいらしさがみなぎるのですお嬢さんのご縁談は平次は押して尋ねました娘ははっとした様子で顔を引っ込め「とんでもない親の私はこじきのように人様のお情けで命をつなぐ貧乏者」じゃ」と鵜鼓平マの声が つろに響きます第六章他に昨夜は高輪まで主人の用事で出かけ泊まって今朝早く帰ったというかかりうどの結構な心象を道楽で潰し昔なじみをたどってここに転げ込んだ三重男ですがいくらかそろばんがいけるので番頭の駐在門を助けて 長愛などをしてヘラヘラと暮らしているのですヘラヘラと暮らすという言葉は単に間に合わせの形容詞ではなくこの男の日常とまで行かずともほんの二言と巫女と交えていると世の中にこんな間に合わせなヘラヘラした男があったのかと誰でも一応は感心させられてしまいます中引くのしゃもじのような顔色白でのっぺりして 下唇が突き出して本人は人角よい男のつもりなのが言葉の端々ましにまで現れて誠にもってやりきれない人間ですこの男の話題は儲かる話とモテた話で損をした話と振られた話はこの男の口から出た試しもありません「久米吉さんというんだってねどこだい近頃は愛想景気がいいようだが」平は。平は 縁側を通るのを捕まえて脈を引きましたへっへってしたこともございませんよ親分女の子の方はそれもからっきしなどと所作ごとの一コマの予防になよなよと手を振るのですお嬢さんはお隣の秋月さんと生きを裂かれて泣いているそうじゃねえかそれほどでもございませんよ親分などと人の色ごとは軽く見たがるたちですおかっさん あの、うこぎさんのところの、あの子はいい子だが、何か噂はねえのかなおめえなら知ってると思うんだが。へっ、色型の本編みときましたかねえ、親分、実はあの子、うちじゅうで足が一番親しく口をきいているんですが。などといったちょぼしです。火娘に心安くされるのは、軽くあしらばれているとは、気のつかないほど、この男は甘くできているのでしょう。平時は 諦めて縁側を立ち去りましたお勝手へ回るとそこには下女が二人お今というのは四十年配の出戻りで方向ずれのしたような達者な女おつるというのは二十歳ぐらいの小綺麗な女でこれは至って無口器量好みの主人五郎次郎が給料にも働きにも構わずこんな女を雇っておくのでしょう。 何を聞いてもお互いに顔を見合わせるだけで一向に拉致が明かず平次もいい加減に切り上げて門の外へふらりと出ると近所の噂をかき集めてきた八五郎と旗と顔が合いましたどうだ八このお願いはあったかありやしたよもっとも綱田や五郎次郎の命を狙っているのは十人ぐらいはありそうで歩きながら八五郎は話し始めました 誰と誰だまず第一番はあの番頭の中在門。えうんと取り込んで妾を二人も飼っていますよ。とんでもねえ黒ネズミで主人に長尻を見られると底辺なことになりそうですそれからかかりうどの久米吉。あらバカで横着でずうずうしくて欲張りでお嬢さんの玉井さんに夢中で養子になることに決めているが二十三本と書き溜めた 色文を見つけられて主人にうんと叱り飛ばされ、盆の長営が済めば、恩出されることになっているんだそうです。もっとも夢は確かに高輪に止まったようですが、それから、お嬢さんの言い名付けの秋月勘三郎、お嬢さんとの間を裂かれて気が変になっていますよ。これは武芸も相当で、椎の木の上から槍の穂ぐらいは飛ばしかねませんね。あとは、花沢町に住んでいる老人、 佐久間佐太郎中年門っすがね綱田屋から金を借りて義理舞切ってを抵当に入れたはいいがそれが払えねえばっかりに表沙汰にされお家人の株まで召し上げられた気の毒な人ですよこいつは何をやりだすか分かりやしませんそれっきりかあだありやんすよ早く掃除前にしな下男の木八ちょいっといい男でしょうあの男がこぎ様のお嬢さんのおつさんを 物置の後ろで口説いているところを、物置の,の仕事場で細工物をしていた主人に窓からすっかり見られてしまい、これも寸でのことに首になるところを、傍公人仲間が詫びを入れて助かったそうで。そんなに大勢の殺し手があっちゃ、ここで番をしていても無駄だろう。食えるんですか、おやぶん。どうも俺は気が進まねえよ。うんとつえー、用心棒でも頼むように、お前から綱田屋の主人に進めておくがいい。平次は、 つくづく嫌になったらしく何のこだわりもなく明人下の自分の家へ帰ってゆくのですもう一つ親分大事な聞き込みがありますよなんだい足をよどませる平次のそばへ綱田屋の主人は四十五六でしょそんなこったろうのあの年で浮気がやまねえんつってねしどりんだちょうどうるせえ年じゃねえかところがあの主人と来たらタジが悪いんだそうで 近頃は初物あさりで目の悪い浪人の娘。ああ、あの、鵜鼓平馬さんの娘、おかつとか言ったあの子にちょっかいを出してるんですって、あきる経路じゃありませんか。夫もあの、おかつという娘は大したもんですね。絵にもおしろいもなくって、あれだけに見せるんだから。わしも最初はお嬢さんの玉江さんびいきだったが、おかつの方に趣旨を変えようかと思っていますよ。 勝手にするがいい。おめえの収支などに構っていられるもんか。俺はもう嫌になったよ。金持ちと色吉芸は付き合いたくねえ。えへ、あっしはどっちの方で自分で決めろ。台風に指紋線が三つ四つ入っていると、金持ちのような心持ちになる野郎だ。平次は言い捨てて足を早めます。